私の名前はただしです、ニックネームはコンビです。コングは、コングという人間は、とてもフレンドリーで、はつらつとした元気な、有料男子という感じですけれど、ただしはどっちかというと、とてもシャイな人間で、たまに内向的な部分もあり、人間、とても人間的な、人物だと思います。最初に、ファッションに興味を持ち始めたのが、18歳の頃。それは、いつも、自分の服をただ母親が買い与えてくれるだけで、自分でこうチョイスするというか、その選択することがなくて、でも周りの友達とかがどんどんおしゃれになっていく、周りの友達がおしゃれになってきて、で自分がちょっと取り残された気持ちになって、でファッション雑誌を買い始めたら、その自分がこう服飾という仕事がとかこう着飾ることが好きなんだなと思って、それで、19の頃に、服屋でアルバイトをして始めたのが、きっかけで、いつか自分で服屋をオープンできたらいいなと思って、でそれなりに自分のこうセンスとかアイデンティティみたいなのが、友達の間でも結構評価されて、おしゃれだということで評価されしてもらってたので、そのファッションという部分にかけては自分でも自信があったので、いつかこういう形で無職の仕事ができればいいなという夢を持っていました。バンコクに、旅行したときに、同じように興味をこう T シャツのデザインをすることに興味がある、友達と知り合って、で、バンコクでその日本だとちょっとコストが高くついてしまったのがあって、断念してたのもあったので、こちらで、バンコクでその T シャツ作るっていうことが、少し現実味がある話だなと思ったので、数名の友達、バンコクの友達と一緒に。エクスコムという、ブランドをやろうということになりました。モリザエクスコム、モリザはジェント紳士的な、ジャイアン、大きい、そして、攻撃的な強さじゃなくて、こう優しさにあふれた強さというのを表しています。でという言葉なんですけれど、それは言ったら、ゴリラのような、パワフルで優しくてという、それで森がエクスコン、自分の名前でもあるんですけど、
まあこのゴリラというキャラクターをモチーフにしているので、まあ、ゴリラというのがジャイアントという意味もあるのでサイズ的には X が L、XL、XXL を、まあ、メインに販売していこうかなと思っています。こんにちは、私はコンです、この T シャツは、私の情熱を傾けた一つの、作品です、私のファンだった人もそうで、そうではなかった人もこの、ゴリラコングという、新しいアートワークスを通じてより深く、自分と関わっていってもらえたら嬉しいです、ぜひ、ゴリラコングのウェブサイトをチェックしてみてください。よろしくお願いします。